私が絵を描く時の思いは、言語の壁をなくし、世界中の人たちを優しい気持ちにすることです。手話は勉強中で、まだまだですが、伝えたい気持ちが大事だって思ってます。今日は皆さんと一緒に、絵を描くって難しくなく楽しいって思ってもらいたいなと思ってます。今日はよろしくお願いします。まず、私が今までやってきた仕事を少し紹介させてもらいます。で、今からパワーポイントの画面を共有します。ちょっと待って、ね。私は絵と文を一緒に考えるイラストライターです。で、この子は、これ、私なんですけど、この手乗りこゆりちゃんっていうキャラクターで、毎日 SNS、Facebook とか Instagram とか Twitter で更新しています。よかったらフォローしてね。で、私は兵庫県三木市のふるさと、三木応援大使でもあります。で、三木市は、ここ、神戸の隣、ネスタリゾートがあるところにあります。で、私が 絵を描いたキャラクターがいろいろいます。ね、三木市の観光マップ、三木まるまるマップっていうのも作りました。このマップが欲しいなーっていう人は 三木に遊びに来てください。で、これは栃木県のストロベリーウィングって言って、阪急梅田百貨店前に大きなポスターを作りました。で、いちごの翼で、写真、インスタ映えするポスターになっています。これ私です。で、徳島県の、PR ポスター。徳島県は、いろんなところに取材に行ったので、すごくいい場所を知ってます。で、大阪市のクリーン大阪っていうキャンペーンのポスターです。
で、これをこの時はゴミ袋のキャラクターをいろいろ描きました。ゴミ袋で、滋賀県の琵琶湖水源の森の PR ポスターです。このポスターはもう、17年前、ポスターもデザインもこうイラストもモデルも家族みんな一緒にお仕事しました。で、これが私で、これが息子、これが旦那さんです。すごい若い17年前なんで若いです。で、これは大東市の商工会議所のイメージキャラクターです。で、一般公募で大賞に選ばれたキャラクターです。これは明月堂の月仙っていうあのお菓子のパッケージのデザインです。この猫の可愛いキャラクターのパッケージになっていて、この猫はうちの家のあの花子ちゃんっていう猫のがモデルになっています。で、これは、アマビエのイラストも描きました。こんな感じ。コロナの収束をこう願って、まあ、私もオリジナルで描きました。と、NPO 法人デフテニスジャパンの手話ポストカードです。皆さん持ってるかな。今日主催をしてくださってるカジノさんに頼まれて作りました。で、このポストカード欲しいなっていう人はカジノさんにお願いしてください。はい、共有は以上です。では私の紹介は終わりで、今からこう絵をやってみます。で、こう絵を描くのって、ね、紙に描くだけって思ってませんか？今日はちょっと家の中にあるいろいろなものに絵を書いてみようと思ってます。で、例えば、私がまずやってみますね。卵。卵。これに書いてみます。
見える。見える？卵。これ気をつけないといけないのは、後からお母さんに怒られないように気をつけてください。これかわいい。で、後でちゃんと食べてね。次。これ私大好きなんですよ。で、これにも書いてみます。寝てる？光ってる？で、これどうやって食べる？で、こんにちは。こんにちは。食べます。今日は私が一番楽しいと思う。次こうか。レターパック、これ私よく使うんですけど、こう手紙を送るときにこう気持ちを一緒に送りたいなと思ってるので、これのここにも書きます。見てるかな？
こんな感じにして送ったらなんか楽しいかなと思ってます。今何分？さあ、次は想像してこう書いてみよう。紙に丸、三角、四角を書いてみよう。で、これに何をこう思うかなって。で、まず私がやってみます。見てて。丸を見て何考えるかな、何かな、そうだ、簡単、簡単。次、三角、何かなーって。そうだ。おにぎり、おにぎり、簡単、簡単。次、四角、何かな。そうだ。まだ何かな、何かな。そうだ。
イカ。イカ。イカ。簡単。簡単。じゃあ、今から、みんなもやってみよう。で、今から10分間の間に、家にあるものに何か落書きか、丸、三角、四角に何か想像して書いてみてください。家にあるものはお母さんに怒られないものにしてください。で、カジノさん、お願いします。おお、あ、おお、あ、めっちゃいい、めっちゃかわいい。え、もっぺん見たい。おお、四角いのは本で、はい、パンダ。え、かわいい。めっちゃかわいい。うまいね。すごい。すごい、すごい。めっちゃいい。オッケー。ありがとう。すごい。なんか、背景にも絵があったけど、なんか、描いてるの？いや、クラブとかで。いや、描いてないです。本当、すごい上手。ありがとう。めっちゃかわいい。リクちゃん？あ！タコかわいい。すごーい、すごい。なるほど。え、もペン見せて。もうペン見せて。ああ、いいえ。タコ、ピザ。すごい、上手。めっちゃかわいい。みんな顔がついててかわいい。あ、え、できた。お。ヨーグルトに落書き。もう最高です。そっか、いろいろなんかこう考えるよね。私もこういろいろ考えました。みんなと一緒のもあるかな。アイスクリームとか、手紙とか、いえ。小百合先生、弟もできました。見せてください。あー、雪だるま、テントみたい、家と
タコですか、イカですか。上手。弟くんは何歳かな。7歳。おお、7歳。すごい。みんな上手やね。そっか。まだまだいろいろあるかな。ロケット。ん？うんね。なんか書けないかな。いろんな三角、丸三角、四角の組み合わせでいろいろ書けるね。でもすごい簡単で誰でも書けるね。どうでしたか？今日は皆さん楽しかったですか？うん、大丈夫。うん、これからもこう、なんだろう、なんか難しく考えず絵を描くのって楽しいなって毎日の中に取り入れてもらえたら嬉しいなって思います。ありがとう。次回はまた来週の火曜日に今度はキャラクターを考えてみようっていうのをやります。今日と同じ感じで簡単にできるような内容になっていますので、よかったらまた遊びに来てください。ちょっと早いですが、カジノさん、お願いします。
ちょっと早い。原因。原因。ああ。今日はありがとうございました。ちょっと初めてのことで不慣れなところもいろいろありましたが、皆さんに参加していただいて、もうすごく嬉しかったです。また来週も皆さんにお会いできることを楽しみにしています。今日はありがとうございました。